今日の晩ご飯は何？ネポリタン。ネポリタン。そうなに？どんなの知らん。ネポリタンはナポリタン。今日はすごいセクシーな服でいらっしゃいますけど、どこのブランドのものですか？忘れた。忘れた。けど初めて買った。ここで。あ、そうね。夏でも涼しそう。うん。かわいいよね。かわいい。なんかリクにはめっちゃ個性的って言われた。いや、個性的やろ。個性的なこと。個性的じゃないとは言えんで。いや、個性的じゃないやろ、こんなん。こんなん個性的って言ったら、もうみんな個性爆発してんねん。わかめともやしのスープを作ろうかな。最近あんまりお菓子も作ってないな。忙しかったな、最近。やっと気に抜けた感あるよ。いや、そう考えると確かに4月とかお菓子作ってたあたりはまだなんか余裕ぶっ余裕ぶっこいとって余裕ぶっかましたもんな、多分な。いや、みんなそうやと思うけど、多分まだ大丈夫やろってなる。楓もそうやし、俺もそのまだ大丈夫やろみたいな感じで思ってたかな、うん。まあ、内心ではなんか春までに決めたいなと思ってたから、うん、5月、6月あたりにめっちゃ焦ってたけど、うん、うまい、うまい、できた。これですよ、料理家の人。この人の喫茶店の味をお家で楽しめるっていうね、動画を見まして、ナポリタン作ろうかなと。はい、まあ、それは概要欄貼ってます。はい。一応ね、参考にさせていただいて、しっかり宣伝する。スパゲッティがないんちゃん。待って、ないわ、俺この間全部使ったわ、ペペロンチーノで。把握してないわ、それは。これ買いに行かないかな。これは、終わりが悪いんで、なんかポップコーンでも買ってくるわ。見てらっしゃい。あ、そう、俺スリッパ穴いで捨てたからないんや、靴が。あ、靴持ってない人やと思われるやんか。いや、100均のスリッパをずっと履き続ける方がすごい。気をつけてね。はい。ポップコーンがなかったので、あ、なかったの。激辛好きのための激辛うま味のポップコーン、ポップコーンじゃないわ、ポテトチップス、めっちゃ口内炎に痛そうなやつ買ってくるやん。とじゃがりこの明太チーズもんちゃん味の L、 大きいやつ。それは美味しそうでしょ、うん。とスパゲッティ、うん、早速入れましょうか。 お納めください。どうも。今日うちがさ、うん、何でも泣いてもらったかみたいなの言った方がいいかな。聞いてもなかったけど、してくれた。何だったんですか。企業との面談があって、うん、内定報告書に書いてるやつの説明とか、なんか入居の時にどういうサポートするかみたいな、うんうんうん、説明をしてくれて、でその時になんでうちがなんか受かったのかみたいな言ってくれたんですけど、それはね、なんか一番なんか熱意があったっていう、覚醒したなこの子っていう、いうくらい熱意があったっていう。でそれがしかもその本社の方のなんか見てる就活生とかもう全部ひっくるめても、なんかうちが一番っていうのを聞いた。すごいね、熱量がすごかったらしい。恥ずかしいわ、そんな言われたら。でもいや、嬉しいやん。いいやん、沖縄行くぞ、行きたい、私は沖縄がいいなって言ってなんかこれ1分多めに茹でたらいいんだって。へー、その YouTube の人が言ってた。けど俺ら固めが好きからマイナス1分じゃない。そういうことじゃないのなんかこの喫茶風ナポリタンをもちもちに、いかにもちもちに仕上げれるかも。なるほどなるほど。ちゃんと喫茶店で出てきそうなやつを作るには、そうそうそう、固めとか固めが好きやからとかそんな関係ない。こうやって入れたんやって、ちょっとつけて、うん、こうやってカットして、こうしたらこうやって入りやすくって言ったけど、じゃあ失敗失敗したんか。急げ急げー。あー失敗した、何言った。急げ急げ。あ、こう行くんか天然なんバレバレやで。こう普通にスッていけたわ。
いやうちナポリタンめっちゃ好きなんやけど、やっぱ究極のナポリタンに出会いたいよな。喫茶店とかさ、なんかおじさんとかが集いそうなさ、喫茶店のナポリタンって美味しそうやな。お店でナポリタン食べたことないんですけどね。あ、そうなん。うん、うちもやけど。ないんか、ないんか。一個も食べたことないのに究極目指してるから。カフェとか行ったらさ、やっぱおしゃれなとこ行っちゃうからさ、ナポリタンじゃなくてサンドイッチにするかとか思ったり。俺はパスタ系やったらペペロンチーノ選んじゃうな。あー、もうちょっとであれやな、2年9ヶ月やな。まだ2年9ヶ月かって感じ。この間2年8ヶ月やったんや。4年8ヶ月かなって思うけど。飛躍しすぎやろ、時より一体あなたに出て進んだ消えゆくさまでと知ったゆえに絶対この歯この手だけは離さない。乗車必須赤に染まる。あれちょっと全然順番がバラバラ。薄紅色の照度重なった二つの未来。なんで急にオクターブ下がるの下に。未来。ちょっとあの2パターン歌える。汽笛かと思ったわ。ひどなんでやねん。でもうちいつもアルトパートやったから。自由をかけるドーミヨ。なんかボーイのミーっぽいね、男性パート。あー俺ら2人合わせて歌っても完成せえへんねんけど。メインがおらんから。ずっと下でずっとテンション低い。しょうがないねん、声低いから。夢を託して今別れの時時飛び立とう飛び立とう未来信じて。始まる始まる若い若い。全然学校違うのに一緒にちょっと今学校を味わえた。学校味わえた。来た来てる。7分同じ学校やったらこんな感じなんかなって今想像できた。逆の中ザルにあげてマヨネーズとあえてちょい寝かせる。そんな。で、フライパンにオリーブオイルを熱し、ナポリタンソースを作って軽く煮詰める。ふむふむ、オリーブオイルないんやった。あ、出しすぎた。ちゃんとね、どの動画か見していこうと思う。こちらの動画を参考にさせていただいております。概要欄に貼っておりますんで、ぜひ参考にしてね。あ、え、はい、ブチギレ。いつも大好きな大好きなナポリタンを排水溝に流した。大惨事大惨事。でもこうやって自炊してて思うけどさ、友達とかの家行ってご飯食べたいなと思う。ご飯振る舞ってほしい。俺が作ったあれやん。俺のはもう分かった。もう分かったね。俺の分かった。満足した。そうやって言っとくわ。ほら、気使っとるやん。普通の水が出てこんで炭酸水が出てくるみたいな。へー、活用してるね。取ってないと運べんも便利。まあまあまあ便利やな。便利便利便利やな。ありがとうね。こういうことしたら嫌われるやろな。え、嬉しい嬉しい、ね、嬉しいよ嬉しいよね。ねねねプレゼントあげて絶対説は。めっちゃ嫌やな。圧かけるやつだ。パッ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 、はい、おー美味しそう。光輝いてる。完成です。食べましょうか。いただきます。いただきます。うんうん、めっちゃ美味しいな。うん、めっちゃ美味しい。粉チーズとバター意外にも存在感あるな。バターがいい仕事してる。めっちゃケチャップのツンとした感じを消してるな。なんかね、なんか無理やり味付けしたの、うん、消してくれてるの。へえー、美味しい。究極これ究極。出たもう究極が認定。これはうちの求めてた喫茶店のナポリタンです。美味しくできました。モンハンみたいな。美味しくできました。全然関係ないんけどさ、うん、スパゲティ買おうとした時さ、間違えてそうめん買いそうなって今日レジまで持ってって、あれなんか軽いと思って見たらめっちゃ細くてそうめんやった。え、そこまで持ってったってこと。うん、いい。うどん、そば、そうめんって並んでたね。うん、で、また離れたところにスパゲティ別に置いてて、うん、分からんわと思って。分かるわ。あるよな、よう、うん、
ちゃんと見てなくてさ、違うやつ買ってくるやつ。ああ確かに、この間もね、スーパーカップか、スーパーカップのなんかチョコミントかと思ったら普通のバニラやったみたいな。うん、普通に間違えてちゃんと確認せんな。取る寸前まで見てね、うん、けどもう手に取った時には意識違うとこなんだよ。今日俺ベッドの角で足ぶつけてめっちゃ痛がってる時、楓がその物音で起きてめっちゃすごい目で見てきた。ガーンってつっと思って楓の方見たらゴミ目痛がってるゴミ目みたいな。二度は言わぬ。多分寝起きめっちゃ、寝起き良くないっていうのはさ、機嫌とかの面で多分寝起き良くないな。寝てる時邪魔されたくないというか、そのリクがトイレとかで起きて、うちもまあ眠り浅いからさ、すぐ起きるんやった物音とかね。けどなんかリクがその後さ、うちに来たら抱きついてこようとすんやって、もうほんまにやめてほしくてさ、もうだってさ、リクこう寝てたらうちこうめっちゃ下がったね。あ、下がったな、下がったな、それ逃げてったよな。もう触れられんくらいの距離に下がった。ごちそうさまでした。見て、これさ、バーコードの線がイラストの一部になってる、うん、昔からあれ。え、遅いんかな、うち。もう当分これなくならんで。物によるよね、スタバのフラペチーノバカ早いな。俺が3口目ぐらいの時にもう階段下のやつって吸ってるから。でも話変わるけどさ、渡辺夫婦とさ、うん、お茶したやん、うん、その時にさ、うちがさ、なんかキャピキャピしてないんですけどみたいな、めっちゃ可愛い感じのさ、キャラじゃないんですけど、うん、って言って、大丈夫ですかねって言ったら、動画の時のね、そう、全然大丈夫、そっちの方がいいよってさ、うん、言ってくれたからさ、ちょっと嬉しかったよな。ちょっと嬉しかったよな。うん、さっき作ってる時は過去一でテンション高かったよ。まあ、一回寝たから睡眠取ったから。睡眠挟んだら、ちょっと体力回復するから。だからこれから何かあるたびに寝かせるわ。面白い顔してんな。なべやで、それ誹謗中傷や。やばいやばい、最高裁まで行ってしまうわ。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。じゃがりこを食べて最後締めちゃってください。やっぱ分からんわ、何が来られても美味しい。ぜひ食べてみてください。おすすめ？おすすめです。カルボナーラ美味しかったね。カルボナーラじゃないよ。カルボナーラじゃねえわ。さっきからめっちゃカルボナーラ出てくるんやけど、ちょっとカルボナーラ食べたかった。マジで分かれへんね、もうどっちも美味しいね。俺なんかもう言葉の言葉の違いは、ずっと例え全部カルボナーラやった。そう、なんかカルボナーラやったら、カルボナーラやったらこれあるよなとか、腹痛い、ずっとカルボナーラ出してるからさ、ごめんな、ナポリタン作ってっていう。では最後までご視聴ありがとうございました。では、ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。